TBS と NHK に感染者。昨日、TBS と NHK がそれぞれ1名感染者が確認されたと発表しました。TBS においては、派遣契約をしている60代の男性スタッフが COVID-19 に感染。さらに NHK においては、関連会社の NHK テクノロジーズの40代の男性社員の感染が確認されました。 こういったマスコミ関係者の感染、まあ、今回は取材を行う記者ではないようでございますが、さまざ、あ、まな取材現場を見ておりますと、マスコミ関係者の皆様、相変わらず、マスクすらせず密集、密接している場面が見受けられます。さらに、ドラマなどの撮影において、 出演者がマスクをしていないということで、撮影を断られるケースが相次いでいるようでございますが、こういったマスコミの関係者が、取材や撮影で日本各地を移動することによって、感染拡大の原因になる恐れがございますので、マスコミの皆様には、基本的に取材においては対面取材ではなくて、 電話取材などの形で遠隔で行っていただき、さらにドラマなどの撮影についても、出演者にマスクをつけさせて、後から映像を編集して、マスクを消すなどの対策を講じていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。